アーマンスパニエルジャーマンスパニエルは、ドイツ原産のスパニエル犬種の一種である。ドイツ語名はドイチャーバハテルフント。ドイチャーは、ドイツ、バハテルワウズラ、フントは、犬のことを表している。他の別名は、ジャーマンクウェールドッグなどがある。19世紀後半に、優秀な長寮犬種の作出が求められていた際、シュトーバーという犬種を創作して、ベースに使い、 1880年代に作出が開始された。多くのスパニエル犬種の地が導入され、1903年に完成した。主にうずら屋のうさぎを茂みから追い出すのに使われていた。主人とペアになって漁を行い、獲物を嗅覚で捜索する。発見すると主人の指示に従って獲物を茂みからフラッシングして飛び立たせ、それを主人が漁銃で仕留める。 撃ち落とされた獲物は本種が回収して主人の元へ持ってくる。また、カナダへ輸出された際にはアメリカ黒熊をセントハントするのに使われた。パックで熊の匂いを追跡し、発見するという感に立ち向かい、噛み止めを行う。動けなくなった熊はやはり主人の領銃によって仕留められる。要望あって作出された犬種であったため始めは人気がありたくさん飼育されていたが、 二度の世界大戦により、頭数が激減し、希少化してしまった。1903年に、不死公認犬種となり、世界的にその名が知られたが、大半は、現在もドイツ国内で飼育されている。輸出されたものはわずかだが、アメリカやカナダなどでも飼育が行われている。現在は実料犬としてよりも、ペットとして飼育されることの方が多い。日本では、本種は、 馴染みの薄い犬種だが、実は、ダックスフントのロングコート紙を作出するにあたり、スムースヘアードスタンダードダックスフントとの交配して、コートを取り入れるために使われている。これゆえにジャーマンスパニエルは知らない間に、日本の人ともつながりを持っていることになる。ただし、日本国内では、ジャーマンスパニエルそのものは飼育されていない。筋肉質の、がっしりとした体つきをしている。 足は短めで太く、速く走るよりもどちらかというと、足場の悪い場所での持久走に向いている。頭部は大きめで、マズルは太く、耳は垂れ耳、尾は垂れ尾。耳や、尾、電部には飾り毛がある。コートは、ウェーブがかった、厚めで柔らかなロングコートで、毛色は、ブラウンクリアーなど。体高45から54センチメートル、体重は、 平均 20kg の中型犬で、性格は忠実で愛情深く繊細だが、若干内向的で神経質な一面もある。しつけの飲み込みや状況判断力、運動量はごく普通である。かかりやすい病気は運動のしすぎなどによる関節疾患や湿気で地肌が群れて起こる皮膚炎、皮膚病などがある。ありがとうございます。